6人の最初は鈴木明子です。名古屋フィギュアスケーティングクラブ高倉高校の2年生です。ショートプログラム終わって第6位、去年の全日本ではご覧のように第4位でした。現在トップは若松歌子、曲はロミオとジュリエットです。最初これショートプログラムはミスしたんですが、フリーではうまく決めてトリプルルッツダブルトーループ入ってきましたね。コンビネーションジャンプは2つあります。まあ、とにかくコーチも言ってました、非常にいいセンスを持った選手であるということを言っています。トリプルトーループ、まあ、綺麗に入ってきました。まあ、先週ジュニアグランプリファイナルに、はい、3位に入賞しましたからね。疲れもあるんでしょうけど頑張ってもらいたいですね。まあ、とにかく2回目のこのシニアの大会ということもありますけども、やはり大きなその国際舞台で経験を踏んでますから自信をつけてますよね。そうですね。この日本に帰ってきたのが国際大会から、まあ、火曜日ということで疲れはあるんだけども頑張りますと言ってました。ループジャンプが1回になりました。まあ、本来ですとトリプルループダブルループを予定していましたが入りません。ダブルアクセル、まあ、この非常に手足のラインが綺麗でしてね、踊れる選手でありますよね。そうですね。その中にジャンプが入ると、はい、トリプルフリップなんとか成功ですね。はい、リンクの中央でのスピン、表現力は生まれ持った天然にこう自然に表現ができているのがすごく見ていてこう一人させるプログラムですね。中盤にトリプルルッツ、これはすごいですよ。まあ、本人もその辺の表現力に自信を持ってまして、このスピンもレイバック綺麗ですね。やはり後半の部分をですね、皆さんに見てほしいんだということを試合前に言っていました。ジャンプも綺麗に決まりました。4分間女子のフリー最終組の鈴木明子、笑顔がこぼれましたね。最初のコンビネーションジャンプが決まりましたからね。そうですね、はい、少しミスもありましたけれど全体的にはロミオとジュリエットを演じ切ったという印象が与えます。やはり去年の全日本でも4位に入ったという実力をですね見せてくれたような感じがしますね。はい、まだこの後ジュニア世界ジュニアとかを、はい、試合頑張ってもらいたいですね。まあ、国際舞台がこれからもね、そうですね、ありますし、まだ高校の2年生ということでこれからの選手ということも言えますもんね。さあスローです。トリプルルッツ、やっぱり最初のジャンプが決まるっていうことはもう笑顔ですよね。すでに乗っていけますよね。
この中盤で難しいトリプルルッツを決まるっていうのはやっぱり点数に反映されやすいですよね。はい、ああ今良かったよというコーチの声が聞こえましたよね。ご覧のように現在は若松、林、そして佐藤かな子という順です。右が長久保コーチですね。さあ鈴木亜希子の得点が出ます。第一マークは技術的な要素を見ます。6点満点で見ます。各9人のジャッジが得点を出します。5.3、5.2、5.1、5.0 とつながりました。そして第2マークは表現力、 5.3 がずらっと並びました。おお、鈴木が総合でトップに上がってきました。ショート6位ですがフリー1位ということで総合でトップに上がりました。いい内容でした。とりあえず口も聞いてもらえないと。